お待たせいたしました。出場選手に登場していただきましょう。17年連続21回目の出場、世界の重心、重心サンダー・ライガー選手です。続いて2年連続4回目の出場、 The Future of Flight、 李皓晴選手です。続きまして初出場、暴走マッスルカードラゴン・リー選手です。2年連続2回目の出場、ジ・エアリアル・アサシン、ウィル・オスプレイ選手です。続きまして初出場、ザ・ヴィラン、マーティ・スカール選手です。3年ぶり7回目の出場、世界一正確の小ずるい男、タイチ選手です。3年ぶり6回目の出場、疾風のテクニシャン、タカ・ミチノク選手です。4年ぶり3回目の出場となります、タイムボーン、高橋ひろむ選手です。では各選手に現在の心境や抱負を頂戴したいと思います。まずはライガー選手からセンターにてお願いいたします。皆さんこんばんは。はい、僕にとって最後のベストスーパージュニアになりますけれども、すごく気分が落ち着いています。優勝のり、飾りたいと思いますので応援よろしくお願いします。続きまして李皓晴選手、センターへお願いいたします。I guess everybody's going to get up here and talk about how they're going to win best in the Super Junior, but I'm just hereto tell everybody, win, lose, or draw, that this year I'm going to show everybody exactly why I call myself king. This is going to be the year that I prove that I am the best junior on the planet. All hail the king. ここでのコメントで、それぞれの選手がどうやってベストオブスーパージュニアに勝ってみせるかというコメントをするかもしれないけれども、自分自身はリングの上で自分のパフォーマンスを見せることで、なぜ自分がキングと呼ばれているかという理由を見せたいと思う。みんなキングにひれ伏せ。続きましてドラゴンリー選手、お願いいたします。Primero que nada quiero agradecer a todos ustedes que están aquí presentes.Es mi primera vez que participo en The Best of Super Junior. Estoy muy contento y emocionado por esta oportunidad que me da New Japan Pro Wrestling. Lo único que puedo decir, que daré mi vida, mi alma, arriba del ring. Por todos ustedes, por mí y por dejar México en alto. Muchas gracias.
何よりもまずここに来られて嬉しい。ベストオブザスーパージュニアに初参戦できて、この機会を必ず生かしたい。ドラゴンリーの人生、そして心はリングの上にある。ムチャスグラシアス。続きまして、オスプレイ選手、お願いいたします。So looking at that trophy, it does remind me of last year, and it just seems like yesterday how myself and this man over here actually stole the entire Best of Super Juniors and made it all about ourselves. And then I went on to the finals and I became the youngest ever Best of Super Juniors. But not only that, I was the first British wrestler to ever make it to the finals of the Super Juniors. Not only that, I was the first British wrestler to ever win the Best of Super Juniors. And guess what? That was my debut. I now come into this well experienced. I've faced men who are heavyweights. I have pushed myself to limits that no one else on this stage can actually say they have done. So now it is time to reclaim my throne. It is now time to reclaim my championship, as I will become the first Gaijin to become Best of the Super Juniors back to back.このトロフィーを見ると昨年のことをすぐに思い出す。今でも昨日のように思い出されるあのトーナメント。私はここに参戦し、ここにいる選手たちと共に素晴らしいパフォーマンスを見せることができた。そして決勝に勝ち上がった。決勝に勝ち上がったのはイギリス人選手としては史上初めてのこと。さらに決勝に勝ち上がった上で優勝することができた。これもイギリス人にとっては初めてのこと。皆さん覚えていると思うけれども、ベストオブザスーパージュニアが自分のデビュー戦だった。今回極限まで攻めること、そして戦い抜くことで、またさらに経験が1年分増している。このスーパージュニアで自分は2年連続外国人選手としては2年連続初めての優勝者となってみせよう。続きまして、スカル選手、お願いいたします。Hello, New Japan. For those of you who don't know, my name is the villain Marty Scurll. And last year, I had to watch this idiot represent my country in winning this trophy. And watching this child run around Japan representing my country embarrasses me. Friday night, I shocked the world when I joined the Buddha Club.This Best Super Juniors, I'm gonna shock the world again when I win. And I'll show everyone that Bullet Club is for life. え、皆さんこんにちは。初めましての人もいると思うので自己紹介をしたいと思う。私はザ・ヴィレン、マーティ・スカル。昨年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでここにいるこの選手、ウィル・オスプレイが優勝するということがあったけれども、残念ながら彼のような愚か者が優勝するということは私にとってはどうかと思う。今回私がしっかりとこのウィル・オスプレイに1回戦で勝ってみせる。そして自分は何たるかというところを見せたいと思う。続きまして、太一選手、お願いいたします。くだらねえな、おい、こんなことやって。何遍も言ってんだろ。てめえらはよ、お前もお前もお前も、こうやって調子に乗ってんのは俺がいなかっただけだ。それでも2年間の間に、ただ調子に乗っただけだろ。なあ。特にてめえ、おい。小僧。なんだよ、これ。何持ってきてんの、おい。頑丈だな。おい、おめえよ、何持ってんだよ、それよ。てめえ忘れたか、この野郎。あ、死んで死ぬ頃よ、毎日俺にいじめられてピー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 泣かされてよ。おい、忘れたか、おい、こうやってよ。あ、毎日毎日、おい、泣かされてよ、おい。
まだなんかしてやるよ、おかれ、こら。終わったか、ほら。調子乗んなよ、てめえ。続きまして、高見千之選手、お願いいたします。改めて見ると、まあ、すごい飛ぶ外国人選手、私の苦手なルチャの選手、初めてやる外国人選手に、チャンピオンに、ちょっと柄の悪いやつと、いろんな人がおりますが、アートライガーさんね、うん、まあ、鈴木君らしく、そして高見千之らしく戦って、決勝戦は鈴木軍対決、そして鈴木軍が優勝し、ベストオブスーパー鈴木軍ジュニアにしたいと思います。多分ここに集まってるみんな、そんなことあるわけねえだろうと思ってることでしょう。俺もそう思います。以上。続きまして高橋宏夢選手、お願いいたします。今年のスーパージュニアは何の波乱もなく、この俺高橋ヒロムが優勝いたします。そしてずっと戦いたかった相手を大阪城ホールのチャレンジャーとして指名させていただきます。まあその相手も倒してジュニア最強になってしまった俺は自然と大阪城ホールのメインイベント後のリングに足を運ぶことになるでしょう。すべてはジュニアの地位向上のためです。選手の皆様、熱いコメントありがとうございました。ではここで一旦ご講談ください。ありがとうございます。以上7選手に登場していただきましょう。16年連続16回目の出場、黄金の虎4代目タイガーマスク選手の登場です。続いて12年連続14回目の出場、ファンキーウェポン田口隆介選手です。8年連続8回目の出場、タイムスプリッター串田選手です。続きまして初出場、ミッドナイトキャノンボール ACH 選手です。
初出場ヒールマスター金丸義信選手。3年ぶり2回目の出場、ならず者ルチャドール、エル・デスペラード選手です。2年連続5回目の出場、漆黒のデスマスク、武士選手です。では各選手に現在の心境や抱負を頂戴したいと思いますが、まずは本日欠席のボラドールジュニア選手からコメントが届いています。今回はスーパージュニアに参戦できてとても光栄です。この大会は世界で一番のハイフライヤーを決める大会だと思っています。出るからには優勝を狙っていきますので、どうぞご期待くださいとのメッセージをいただいています。それではタイガーマスク選手からセンターにてメッセージをお願いいたします。16年連続ということで、16年も出るとですね、選手も本当にみんな変わって、素晴らしい選手が集まってきてます。また初出場の、選手もいて、本当に楽しみなスーパージュニアだと思ってます。そして明日からの試合、一試合一試合大事に戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。続きまして田口選手、お願いいたします。どうも、田口ジャパン、監督田口隆介でございますけれども、ありがとうございます。今回ですね、田口ジャパン、ジュニア選手大募集ということですね、募集をかけましたら、このように16名の素晴らしい、ジュニア選手が、集まってくれました。全選手にですね、田口ジャパン入りの可能性がありますので、全力で頑張っていただきたいと思います。田口ジャパン、門戸をですねものすごい開き方で開いておりますので、門戸の開き方がすごい田口ジャパン、入りを目指してぜひ皆さん頑張ってください。もちろん私も、代表入り外されないように精一杯頑張ります。以上、田口ジャパン監督田口でした。ありがとうございました。続きまして櫛田選手、お願いいたします。今年に入って2回高橋宏夢に負けてしまいまして、ある意味 IWGP から一番遠ざかってしまいましたが、 ROH でこのベルト反撃ののろしは上がりました。すごいメンツが揃いましたが、今年抱いた悔しさを燃料にして全力で戦い抜きます。よろしくお願いします。続きまして ACH 選手、お願いいたします。Well, I'm not going to come on stage and tell you how much it means to me to be a part of this tournament, because you already know how important it is for everybody to grab that trophy at the end of the tournament.And honestly, me and these men have a lot in common, but the only thing that we don't have in common is all these men have established themselves as singles competitors here in Japan, and I have not. So by the end of this, I'll be the next best junior in the world, and not only that, I'll establish myself here in Japan as the best singles competitor. Super! Thank you.ステージに上がってこのトロフィーがどれだけ意味のあるものかということをコメントするつもりはない。なぜならばこの重要性はここにいる全員が分かっているはずだから。私がここでやらなければいけないこと、それは他の15選手がシングルのレスラーとしてしっかりとこの新日本の舞台の上で
名前を確立しているのに対して自分自身はまだそれができていない。私は次のベストオブザスーパージュニアになる。そして自分自身がしっかりとしたシングルのレスラーであるということをここで証明してみせる。スパーブ。続きまして金丸選手お願いいたします。まあ今回試合なんかどうでもいいんだよ。ああとにかく金だ金。ああそれだけ。そして最後は鈴木軍でこの酒で祝杯だ。それだけだ。続きましてデスペラード選手をお願いいたします。喋ろうと思っていた相手が飛行機の関係でここにいねえってんで喋ることは特にありませんが、見渡してみればなんだ、この間チャンピオンに2分足らずで負けたとか、ただただ長く出てるだけなのが自慢の選手とか、変態とか、どうでもいいブロックになったな、こっち側はな。楽しみだよ。で、それでは最後に武士選手お願いいたします。カナダとアメリカで試合をして、まあ今日この日この時この場所に無事に帰ってこれたことをまずは感謝しなければいけないかなと。海外での反応ってなんか意外と大切だなっていうのをねちょっと体感して感じたりして、まあ今日もこうして世界からトップのジュニアが集まってて、この新日本のリンクでジュニアが一番注目される大会ベストオブザスーパージュニア、この大会で一番戦いたい相手がいるんだけど、お互いが決勝まで進まないと戦えないんで、まあそれもまた一つの運命なのかなと思います。言いたいことは一つだけ、今年のベストオブザスーパージュニア楽しみにしてます。エンセリオマジで。時差ボケでもう眠いんで帰っていいですか。選手の皆様、熱いコメントありがとうございました。武士選手、それでは写真撮影に移らせていただきます。